グレーになったというだけで簡単におしゃれ感が漂うんです。ここにある5点だけで今年の夏コーデはほとんど事足りると思います。年を重ねると体型も気になりますけど、こうやってダークトーンで揃えればシュッとした見た目になるのでおすすめです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はミドルエイジ必見、脱おじさんできる夏服ベスト5です。ラインナップはザ・ノースフェイスのデザートスラックス、ジョンスメドレーのニット T シャツ、レイニングチャンプのミッドウェイトジャージー T シャツ、トゥモローランドの半袖シャツ、アッパーハイツのザ・ナインです。ちなみにこのチャンネルはミドルエイジ誌ナンバーワンの雑誌サガリが実践的な大人カジュアルを分かりやすく解説しています。チャンネル登録と通知、あといいねをぜひお願いいたします。はい、今年も猛暑なんて言われてますけど、やっぱり夏って暑いし蒸れるし、ぶっちゃけ洋服を着るのが結構ストレスだから、とにかく涼しくて楽ちんなスタイルがいいと皆さん思いますよね。ただこの涼しさと楽ちんさを追求していくと、例えばタンクに短パン、 B さんみたいなコーデになりがち。でもこれだとやっぱり大人には楽すぎるわけです。よっぽど清潔感があったり、海やプールだったら別ですけど、大概はもう楽ちんさに負けちゃっているんで、どうしてもだらしなく見えちゃうんですね。で、今回の動画はそんなだらしないおじさんに見えない、つまり実年齢より若く見えて、しかも着ているだけで簡単におしゃれに見える夏服ベスト5と、そのコーデの仕方を具体的に解説していきます。最近自分でもおじさん化が気になるなんていう30代、40代、50代の方に役立つ内容になっていますので、じっくり最後までご視聴ください。それでは行ってみましょう。はい、まず紹介したいのがこのジョンスメドレーのニット T シャツですね。夏トップスと聞いて皆さんがまず思い浮かぶのって T シャツですよね。でも T シャツってもともとアンダーウェアなわけですから、大人は注意が必要で、首がヨレヨレだったり乳首が透けて見えちゃったりするとだらしないし、どうしてもおじさん感がにじみ出ちゃうんですよ。そこで大人におすすめなのがニットタイプの T シャツなんですね。 T シャツなんで開放感はあるんだけど、素材がニットというだけでどうですか？なんだか上品ですよね。これニットなんでこんな風に伸び伸びするし、実は快適なんです。あとジョンスメの18番ですが、高級長長面の Sea アイランドコットンを 100% 使用してますし、30ゲージのハイゲージでナチュラルな光沢もある、だから表情があるっていうんですかね、これ1枚でも十分コーデが決まるんです。大人は1枚持っておきたいアイテムです。はい、次にご紹介したいのがこちら、トゥモローランドの半袖シャツですね。襟付きで大人っぽく仕上がる半袖シャツは、まずは着回しやすい無地のタイプがおすすめです。あとこれは今季の流行カラーでもあるカーキグリーンなんで、スタンダード感がありながらトレンド感もある。他の動画でも再三言ってますが、大人はスタンダードとトレンドをバランスよく取り入れるのがいい。その点この半袖シャツもオーソドックスなデザインながら、色でトレンド感を演出できるのがおすすめ。あとシルクが 45% 入っていて、これもさっきのニットと同じでさりげない光沢感がある。このさりげない光沢もミドル世代にはポイントで、自分もそうですけど、やっぱり年を重ねると髪も肌もパサついてきますよね。だから大人が全身味系のもので揃えちゃうと、より老けて見えがちなんですよ。そんな時は洋服やこんなアクセサリーでさりげなく光沢感をプラスすると有効なんです。このカーキカラーって落ち着いた色味なんで着こなしの幅が広いんですが、その反面くすみがちなカラーでもある。でもこれはシルクコンで光沢があるんで、フレッシュさをキープできるんですね。はい、次はパンツですね。長いパンツを選んでいます。で、夏に履くものなのでやっぱり涼しくて軽いものがいいですよね。そんな時チョイスしてほしいのがテック系の河川パンツ。おすすめはこのザ・ノースフェイスのデザートスラックスです。
化繊なんで軽いしタフだし洗濯もすぐ乾くのがいい。でさっき言った光沢もあって着こなしにツヤ感を足してくれるし、こんな風にめちゃくちゃストレッチが効いていて楽ちんなんです。それでいてスラックスタイプなんで品よくまとまります。あと黒って引き締め効果もあってスラッと見せることができるんですが、夏コーデに合わせるのはちょっと重いかなと。でもこのデザートスラックスは丈がちょっと短くて履いた時にくるぶしが見えるんですよね。これで警戒感も出せるんです。はい、4つ目にご紹介したいのがデニムです。休日に履くパンツでこのチャンネルでも圧倒的に人気なのがデニムなんですが、皆さんどんなタイプを履いてますか？おそらくブルーデニムが多いんじゃないかなと。で今回の動画、おじさんが若々しくしかも簡単におしゃれに見えるというのがポイントですが、それで言うとおすすめがこのアッパーハイツのザ9なんですね。こんな風にグレーの色だとデニムもちょっと新鮮じゃないですか。他の動画でも言いましたが、大人はオーソドックスに遊びとか意外性をちょい足すのがおすすめ。この後着こなしで見せますが、いつものブルーデニムがグレーになったというだけで簡単におしゃれ感が漂うんです。色落ちしていると夏コーデでも重くならないし、ストレッチも効いていて快適なのもいいですね。はい、今まで選んだアイテムは大人が合わせやすいように引き締め効果があるダークトーンが多かったと思うので、最後は夏コーデに軽さを引き出してくれる白 T シャツをピックアップしたいと思います。それがこのレイニングチャンプの白 T シャツです。ミドルエイジの白 T シャツのポイントは乳首が透けない地厚なタイプというのとシルエットですね。ボディラインが出るピタピタもお腹周りの出っ張りを強調しちゃうし、トレンド感のあるディックシルエットもともすればだらしなくなりがち。そうなると大振りすぎない、これがおすすめなんですね。頑丈なワイドリブで首周りもヨレヨレしないですし、あとこの裾のサイドにあるロゴもさりげなくて嫌味がないし、おしゃれ感がありますよね。この後着こなしますが、どんなアイテムとも合う着回し力も魅力です。はい、ということでここにある脱おじさん夏服5点を着こなしてみたいと思います。で今回紹介するのは6パターンの着回しコーデ術。ここにある5点だけで今年の夏コーデはほとんど事足りると思います。じゃあまずニットティーを使ったコーデからいきますね。一番上品なコーデをまずはご紹介したいなと。ニットティーとこのデザートスラックスのコーデですね。ダークトーンは確かに引き締まって大人感が出るんですが、夏コーデにしては重いというのが玉に傷。そんな時はこのレイニングチャンプの白 T をインナーに合わせたり、足元に白スニーカーを合わせると警戒感が出ます。はい、今回紹介するコーデの中で一番品のある夏コーデです。ニットティーと普通のスラックスだとエレガントになりすぎて逆に老け見えしかねないのですが、こんなテック系のパンツだとスポーティーさもいい感じにプラスされて爽やかです。インナーの白 T シャツと白スニーカーのサンドイッチ効果もありますし、パンツの丈が短いのでくるぶしが見えて軽快さを引き出してくれます。無地 T シャツと黒スラックス、白スニーカーと全部無地ですし、シンプルなコーディネートですけど、どれもさりげない光沢のあるアイテムなのでニュアンスが出ておしゃれです。品がありますが、ニットティーも伸びるしテックパンツも伸びるので窮屈感はゼロ。快適なのも大人にとって嬉しいポイントですよね。次はニットティーにデニムを合わせたコーディネートですね。この場合もニットティーのインナーにレイニングチャンプの白 T を合わせて軽さを出したいなと。足元はですね、さっきの白スニもいいんですが、デニムを引き締めるレザーのデッキシューズを合わせてみたいと思います。
はい、先ほどは黒いスラックスタイプのテックパンツでミニマルなコーディネートでしたが、それをグレーデニムに変えると途端に表情が生まれてカジュアル感が増します。 T シャツとデニムのコーデ、アイテム名だけを聞くとスタンダードなコーディネートですけど、素材をニットにしたりブルーをグレーにするだけでどうですか？新鮮なイメージになりますし、おしゃれ感が出ます。年を重ねると体型も気になりますけど、こうやってダークトーンで揃えればシュッとした見た目になるのでおすすめです。しかも色落ちデニムのおかげで全然重くない、軽やかですよね。次はこの白 T シャツを軸に着回していきます。白 T にデニム、これが似合う男ってやっぱりかっこいいですよね。でも究極の爽やかスタイルなので、おじさんにはちょっとハードルが高い。でもこのデニムがグレーだと合わせやすいんですよ。あとめちゃくちゃシンプルなコーデなんで、ここでちょっとしたテクを取り入れたいかなと。それがこのバンダナをハンカチ代わりにバックポケットに刺すテクニックですね。これがあるだけで着こなしのアクセントになるし、清潔感も漂うのでおすすめなんです。はい、白 T シャツにデニムを合わせた超スタンダードなアメカジスタイルです。いかがでしょうか？グレーに合わせて黒いパラブーツのデッキシューズを合わせると、軽快さをキープしつつラフさを軽減してくれるので大人にはおすすめです。あとシンプルなコーディネートなので、白 T シャツの裾のロゴやデニムのポケットに刺したバンダナがさりげなく効いてます。デニムってラフなアイテムですけど、こんな風にハンカチがパンツから覗くだけで清潔感が出ますし、好感度もぐっとアップします。はい、次は白 T にテック系パンツを合わせた快適なスタイルです。軽快さを引き出す白スニを合わせたいんですが、こういうボリュームのないタイプだとすっきりしすぎておしゃれ感に欠けるかなと。でおすすめがナイキのエアフォースワンみたいなボリュームのある白スニーカー、これで足元にアクセントができますし、トレンド感がちょっとだけ足されて、これだけで着こなしがぐっとおしゃれになります。白 T シャツにテック系パンツを合わせた楽ちんコーディネートです。この楽ちんコーデなんですけど、これも決してだらしなくなってないですよね。テック系パンツで光沢があったり、エアフォースワンでさりげなくトレンド感をプラスしていたり、サイズやバランス感が絶妙だとアイテムに派手さがなくてもおしゃれ感が出るんです。これもブレス時計などアクセを足すとさらに引き締まります。はい、この半袖シャツにテック系パンツを合わせると黒×カーキでソリッドな見た目になります。この都会派コーデにはこんな黒シューズももちろんいいですし、さらに夏っぽく着こなしたいならこんなサンダルを合わせるのもおすすめです。はい、カーキの半袖シャツに黒いテック系パンツを合わせたスタイルです。サンダルは楽ちんですけど、大人はだらしなくならないように注意したいアイテムなんですけど、トップスもパンツも光沢感があって都会的なコーデになっていれば、足元をサンダルで外してもだらしなさというかおじさん感が出ないですよね。はい、最後は半袖シャツとグレーデニムの着こなしです。これもアメカジコーデですけど、トップスに光沢があったりグレーデニムだとおしゃれ、インナーは今回紹介した白 T シャツでもかっこいいし、もし夏コーデなので明るい色を取り入れたいということであれば、こんな薄いパープルの T シャツをインナーに刺すのもおすすめです。はい、半袖シャツとデニムの大人アメカジはいかがでしょうか？カーキもグレーもくすんだ渋いカラーなんで、大人が合わせるとともすれば老けて見えがち。でもシャツに光沢があったりインナーに白を効かせることで爽快に仕上がっているかなと。もしさらに明るく仕上げたい場合は、こんな風にインナーの白 T をパープル T にするのもおしゃれですよね。
はい、個人的にも楽ちんさを求めるあまり夏は休日コーデを油断しがちなんですけども、薄着になる夏はやっぱりアイテムが少なくなるわけで、必然的にファッションで年齢をごまかしづらくなるんですね。季節的にもおじさん感がそのまま出ちゃいがちということで、今回の動画で紹介した脱おじさんの夏コーデのポイント、一つ目が極端な派手色やデザインを避けること、二つ目がさりげなくトレンド感や光沢を足すこと、これに気をつけていただければと思いますし、今回紹介したアイテムは着回し力が本当に高いので、手持ちのアイテムと組み合わせてぜひ夏ファッションを思う存分楽しんでください。紹介したアイテムの詳細は概要欄に貼っておきますので、そちらもチェックお願いいたします。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。このチャンネルは雑誌サファリが運営しています。サファリの発売は毎月25日発売ですので、こちらもチェックお願いいたします。あと動画の高評価ボタン登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。